はい、すいません、ちょっと電話で中断して。はい、この一時貯留地7ヘクタールというのは、まあ、2ヘクタール、3ヘクタールと4ヘクタールかな、まあ、2つの大きな池を作る形になっているんですけども、掘り上げた土は水分を大変含んでいる粘土質のそういう土ですので柔らかいんですね、土砂。それに1立方メートル1流米あたり50キロの石灰を混ぜて、それでちょっと白っぽい山になってます。あれをダンプでですね、日中10台ぐらい連なって、あちらの工事現場の、に約30数万流米、ここのここに36万、はい、36万7800流米、あちらの、まあ、基礎工事に流用すると。でもあくまでこの工事と向こうの工事は別物ですよという、まあ、表明をしてる。ここ水の玉木どこんな危ないのか。ここは水溜まってですね、要は乗り機は鳥が止まらないように網をするって言ってる。今おっしゃってるのはそこのことですね。いやいや、そうそう、水がね、水が漏らないかということですよね。そこに関しては、まあ浮きに、漁機に、乗りの漁機はこう大きく雨が降ったらそこに溜めるけど、そして、pH とか、何だっけ、塩分濃度を調整してそこの肥門から排出すると、なので、乗り漁機以外はここはまあ乾いてる形になると。しかし、まあ乗り漁機に水が雨が余計降って溜めるときは、鳥のバードストライクとかの空港の運用に支障をきたさないように、この上にずっと全部、とにかくここの工事がの最終は上にネットで網を蓋をすると、それで野鳥対策をするというふうに防衛省は説明しています。高いなか、ちょっとすごい大きな網ですね。はい、これずっと網をやって、はい、でも鳥ってそんなもんや長けん ね、 ね。なので、まあ、一応乗り漁機に関しては、塩分濃度、pH などを比重を調整した上でここから排水するということなので、台がわざわざここから取ろうとした。要するにここはそれこそ平和絡みっていうように長年先祖たちが干拓してきたところでしょ。はい、令和元年と令和3年の時の大雨、8月ぐらい降りました、そこ一面もう水浸しになりました。水浸しやな、はい、まあ、空港はなんとか大丈夫だったので、その手前工事しているところとか全部もう水浸しで水田状態でした。丸さん、これ584億です、ここ、この工事で、この工事で584億、皆さん聞かれました、はいはい、これ能登の復興にいくら出してると思います？すごいね。この一時貯留地を作った後に、あそこの堤防のところにポンプをつけて、外から海水を引き込んで、そこの海水とここに溜めた真水を混合してから、そこの肥門から出すと、漁機はですね、はい、そういう説明です。一応それを、ちょっと待って、石灰混ぜとろうもん。石灰混ぜた土はあちらの埋め立てに使われるんですね。はい、埋め立てに使われる。でも石灰も入らんと、そこは我々もだから石灰になるとアルカリになりますから。そうですね、アルカリの水が出てくると海苔にはもう大被害を起こる。大被害なんですよね、はい、あそこ埋め立てでも、毎日170台のダンプが 何十億としてて、あ、そういう件、こっちからなんでこっちから来るかないと思ってた、はい、そうなんですよ。いつもは 4つの土石、土砂のところからも探しない、今ダンプが毎日もいっぱい通ってるじゃないですか。あそこ埋め立てをしてるんですけども、まあ、ここで掘ったやつも石灰混ぜて、そしてそこの埋め立てにまた流用してるんです。鯉だけで540億、はい、で、愛はいくらかかってるって。いや、全体は分からない。全体は出さん、いくつも分かれてますから、ええ、一番最初のやつがこれが1400億ですね。で、2番目のやつが1000億、2500億、はい、これで。で、3番目のが、これが6300ですか、639億ですか。おー、どういう工事に分けて、全体ってのが分からないんですよ。いや、もうこれだけで5000億の空港といえば、あ、いくらと思う、佐賀空港。230億でしたね。ちょっと、はい、ですからこの全体を防衛省にどうなってるかっていうことは
はい、議員からも確認していただければ。いや、たったね、24人最大乗る、しかももう捕まんオスプレイ基地をよ、ね、これだけで5000億近い金よ。皆さん5000億、いや、だって維持費で20年間4800億、これはもう出してる。それから一機、220億かけ17、これでもう、いくらや、3600億ぐらいやろ。だからもう、1兆3000億、じゃあウクライナに出してるみたいな金やん、これ。わ、すごいね、ようやるわ。はい、国会議員の立場で全体どうなってるんだろう、で私たちはもう細かいことがホームページでしか資料取れないもんですから、はい、全体がわからないわけで、細かい話も そんなことも地権者にも説明せずに、はい、そこのけと、はい、でここから来るダンプの話は地元に全然説明してないとですよ。で今度出口のところがですね、桜道路の出口なんで、江口県議にも県議会です言っていただいたんですけど、あれなんかやるって言ってましたよね、説明会。うん、でかつ、筑後川近くの右岸の工事現場の出た残土とか、はい、隠しで出た残土もこちらにあそこの埋め立てに持ってきているということが、この前の防衛省の参考人承知で明らかになりました。残土も持ってきておかないと、はいはい、で全体で80万リューベとか書いてあるんですけど、これが最近は90万ぐらいになってるんですよ。そういう残土も。いや、それはそうでしょう。だって、あの、もともとこう埋め立て地だから、はい、沈むんですよ。そうなんですよね。で、そこら辺は、Cゲートのところに、一番新しい、どこから持ってきてるっていうのも書いてあるんですね。もう、バカの百条。だって、これは何年も何十年も何百年も経って、どん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 水が抜けてって、そして、こんな土地になってるんです。それをわざわざこんな掘り返して、ほんで別のとこ持ってって、普通の頭やと考えも、これ誰が考えたってや。九州防衛局ですかね。九州防衛局？はあ、もう防衛庁に直して、一課に先輩頑張れ。ああ、もうやっぱり省が早すぎたって。ここで、ここ24時間稼働してますから、でここからあっちに、ダンプで10台ぐらいでもうテスト輸送してますけども、あそこ空港道路のところちょっと出ますよね、うん、あそこ一般の人もいるわけで、うん、通るわけですから、あそこにガードマンが今日は立ってませんでしたが、普段あのカーブにガードマンが立ってるんですね。であそこのところに全部持ち込んで埋めるわけですけど、佐賀空港来たらば、はい、車が真っ黒になっちゃう、はい、そうなんですよ、土砂場途中で、はいはいはい、ね、でこういうところの泥をこう持ってきようけ、はいはい、だってここをダンプ通ったらものすごい砂ぼこり上がりますから、今日ダンプが通れませんけど、だからそうするとそういったここはあの動いてるけど、地元の人にはあそこはあまり人が民家がないからということで、南川沿いや西川沿いには説明がないあってないわけですから、ここから持って行ってるとかそういうのも地元に説明がすべきじゃないかとか、それはそうよ、普通防衛省の委託のダンプには A の何番 B の何番で ABCD で全部ゼッケンがついてるけど、どうもゼッケンのついてないのがあそこ土砂持ってきよるぞって話になって、 あれおかしいな、でこの前正したらそういった、それでこれが分かったわけ、はい、あの国会から持ってきてると、ここから持っていくのはここから持っていくで、まあ、24時間近く、あ、そっか、ここの工事は24時間やってるけど、今日なぜかダンプ動いてないんですよね、今日はね、俺が屈権やろかなぁと思う、まるで集会があるからなのか分かりませんけど、いやしかし、それで声を掘ったくった後はドガンスキや、これ、まあ、橋は、のり面はブロックマットするって言いましたが、下はそのままですという言い方でした。まさにここであの先週あの九州防衛局から参考人招致で特別委員会であの視察したんですけども、あれよりも結構20メートルぐらいもう掘り進んでますね、これが。その辺でやってたのがもうあの辺でやってるから、この1週間で、いや、こうやっても同じ、要するにガタドやけんが、ガタドロ、もう皆さんこれ分かりやすいです、これね、ガタドっていう、要するに泥、粘土、水のいっぱい含んだ粘土でをまた上からぼちょっとやってもまたずるっとね沈むでしょ。よーこがんこと考えついたな。
受け取らせんやろか。屋上を重ねたような、ね、ね、だからよっぽど土に困ったか、あるいは何かの利権か、防衛費がものすごいこの予算が膨らんだんじゃないですか。42兆ありますから。42兆あんもんこ、あれ全部ののかすもん。いやいや、だからもう、僕もやりたい放題。だからあの漁協との約束で、あのここの排水は低波とあの比重を合わせた調整した上で出さなきゃいけないから、そのために海水と混ぜると、で海水を取水するポンプがこのあとあそこに出くってんですね、大きなポンプが。そうやめろで、 まさに海を汚染しようや。だから海水をそで海水を1キロ先からとかから取水するならまだしも、目の前から取水するからここ満潮になっても結局青だから、表面はですね、そうそう、真水に近い川の水が来て表面は塩分濃度が低い、いわゆる方言で言うと青という、あの表面は海水の塩分濃度の低いあの水があるわけですから、堤防のすぐ目の前から取水をして、それとこの真水混ぜたところで一体いくらあの比重やあの塩分濃度が変わるんだと、そのために塩分を足すんじゃないかとかいう噂まで来てるので、塩場や、うん、それ無理も、なんとなこれから何年、毎年毎年何百トンの塩を混ぜるんだっていう、こんな冗談みたいなバカな話が、はい、いやだってあ青に、青っていうのはですね、皆さんどういうのかっていうと、要するにこの競争のいわゆる塩の混じってない水なんです。で川から来た水が、真水がこの辺にわーっと来ますから、海の上の表面の部分は川の水なんです、はい、でそれと海の水混ぜても、はい、そらそれとこの真水を混ぜてもほとんど真水と真水を、真水と薄い、この真水はどこから取ったや、結局向こうから流れてきたのを、まあ、ここに溜めて海水と混ぜて排水する、はい、これまた汚染の原因ば作りよっちゃ、なんでか近くですっとや、ですから伊佐館でもあれ青子とか湯河屋で出てますよね、でここだって出ないとも限らない、いやそうなりますよ、うん、あれそれで今日昨日あの大村だったから伊佐館の上通って大村空港着いたんです、色が違います、ね、もう全く色違うし、あの一周ね、ここもそうなりますよ、水が溜めれば腐るから、はい、すぐこれ考えたと、ほんなってダイヤロか、基本的に来年の7月6月木更津があるじゃないですか、それを間に合わせるっていうだけで、あとはもうやれやれやれってこと、他に考えてないんですね、はいはい、いやもうトランプ政権になったら米軍撤退します、あもうオスプレイもいらん、ここちょっと端っこからだけなんで、あそこにあのスロープの下り口があるんで、ここからまっすぐバーッと行って向こうからもう一回見て、ここで下に降りましょうかね、会見に行かんのか、はい、はい、